満員の川崎市体育館でございます。具志堅用高選手、これが7回目のタイトル防衛戦です。今日勝ちますと日本新記録ということになります。解説はおなじみの私の隣、軍人の坊さん、そしてその向こう側が白井義雄さんでございます。よろしくどうぞお願いします。よろしくどうぞ。さあ、両選手がこれからリングに登場してまいります。両選手リングに入場でございます。最初に青コーナーから当選者のリロベルト・マルカーノ、本を愛するインテリボクサーです。対します赤コーナーからチャンピオンの具志堅用高選手の入場でございます。この放送は川崎市体育館から生中継でお送りしております。本日のメインイベント、世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアフライ級チャンピオン、107番の4分の3今日の審判団ですが、レフェリーがアメリカのトニー・ペレス。このペレス主審はこれまで世界タイトルを16回経験しておりまして、ヘビー級のアリ・フレージャーといったような試合を交えまして、ヘビー級の試合は3回経験という、これが17回目の世界タイトルのレフェリングということになります。そしてジャッジは1人がベネズエラのフェルナンド・ビゾ、そして日本の吉田優作、この3人の審判団で行われます。アメリカ、ベネズエラ、日本です。ところで軍司さん、具志堅が果たして、2回目の挑戦者は KO で倒すといつも言ってましてね、はい、ディオスを見事に KO で破りました。もう一人マルカノを破ればですね、全挑戦者全部ナックアウトということになりますからね、はい。まあ、白井さん、なかなかマルカノもいい左を持ってますし、そうですね、右もなかなか鋭いですね、はいはい、右はねごとにいいんですよね、はい、時々いいカウンターを打ちますからね、はあ、あのストレートを食わないことですね。そうですね、これだけはやはり注意したいと具志堅も言っておりました。第1ラウンドからチャンスがあったら今日はガンガン行きますという具志堅用高ですが、まず立ち上がりは慎重に右へと回って、右を警戒しています。まあ、郡司さん、この川崎市体育館というのは具志堅にとっては非常に縁起のいい場所なんですね。ゴメスキー、はい、当時世界一だって言ったあれですね、豪語してやってきた選手をナックアウトしたわけですが、それがやはりこの世界への登竜門になったわけです。そうなんですか、はい、あの時は実に見事なナックアウトでですね、最高だったんじゃないかと思うんですが、メキシコのセザール・ゴメスキーを7ラウンド KO して世界ランキング上位に上がった具志堅、その後トントンと世界チャンピオンの座についたわけです。今右のフックが当たりました。 よかったですね、はい。今日は白井さん、具志堅の立ち上がり非常に冷静という感じがしたんですが、いかがですか。ですね、はい、もう練習もですね、いまだにないね好調だと言ってますし、ね、はい、もう本当に自信を持ってね、打つのにもやってるんじゃないですか。スパーリングの調子を見るとね、これまでにない調子というのは確かに頷けますね。ものすごく良かったですよ。
第1ラウンドからかなり前へ出てきております挑戦者マルカーノです。私このマルカーノもですね、今あの左の服から右の服打ちましたけどね、気をつけた方がいいよ。はい、具志堅もまたその辺心得て十分に警戒をしております。そしてまたあの左のストレートをカウンターで打とうという練習もかなりやっておりました。左のボディーブロー、これはなかなかうまい、いいボディーブローでしたね。相手のパンチを外しておいての左のボディーブロー。マルカーノもやはり28歳、年齢的な問題もありますので、前半からこの具志堅の強いパンチをボディーに受けますとかなり足は弱まるのではないかと思われます。第1ラウンドからそう長くは続かないけれども、白井さん、なかなか迫力のあるパンチが、あれがね怖いんですよ、ですから本当に気をつけたいですね。はい、踏み込んでの具志堅の左、黒いトランクスをつけております挑戦者マルカーノ。マルカーノカウンターを狙ってますね。はあ、この前の試合でもそういうところありましたからね、札幌での試合は。そうですね、でしかもねこの人はね、非常に冷静によく相手を見てですね、ここぞと思う時に打ちますからね。はい、そしてあの右はあの顎の位置からそのまますぐ伸びてくるんですね。そうなんですね。おっとうまく打った、具志堅の右顔面に当たった。ここで第1ラウンドゴングが鳴っております。グッドさんの採点は第1ラウンド10対10イーブンです。第1ラウンド相手が出てくるところをうまく右のフックをカウンターで引っ掛けました。さらにまた右を出す、やはり白井さん、こうして見ると具志堅は実に連続してパンチを出しているのが分かりますね。非常にね、シャープですね。はい、第2ラウンドが始まっています。まず具志堅の調子は立ち上がり好調と見ましたが、一方のマルカーノの方は白井さん、いかがですか。これはね、思ったよりいいと思いますね。そうですか。はい、練習の時はね、スピードがないというような、印象があったんですけどね、なかなかいいですよ。はい、例えばあの具志堅陣営はですね、金平会長なんかは足を多分相手は使ってくるだろうという予想を立てていたんですが、その点はどうでしょう。そうですね、これもですね、足を今軽く使ってますけどね、今に具志堅が追ってきますとね、使うんじゃないんですか。そうでしょうね。練習を見た限りでは、グニさん、右の踏み込みがね、右を打つ時の踏み込みがちょっと足らなくて、空振りをするシーンが多かったんですけれどもね、やはりマルカーノの場合はリングとは違いますね。はい、今日はなかなかあのマルカーノもいい調子です。よくやってますね。また具志堅のカウンター気味のパンチが当たっています。ちょっとバランスを崩したマルカーノです。具志堅が23歳。はい、具志堅の右が物言いそうな感じですね。あ、そうですか。この前の公開スパーで、絶好調、文句のつけようはないんですけれども、強いて言えば白井さん、ちょっと右が少なかった感じもありましたね。強いて言えばですね、本当に強いて言えばですが、具志堅選手ぐらい自分のボクシングのビデオテープ、あるいはまた人のビデオテープを見る人も少ないんじゃないかと思います。お互い激しいパンチを応酬しましたが、わずかに具志堅の方が勝った感じです。この前の時もそうでしたが、マルカーノの顔が早くも赤くなっています。右引っ掛けた。今日は具志堅のパンチに無駄がありません。効率のいいパンチを打っています。マルカーノも左を返していますが、おっと頭が当たった。具志堅の右から返した左、顔面を捉えています。ボディかと思えば顔面に来る、この具志堅の非常に速いパンチです。軽く左を出しました。右の服、今日は右のパンチが非常に鋭い具志堅陽光。いい右を打ちますね。いいですね。フックでやるしね、非常にいい角度で打ってますね。はい、上体を揺らして動け、右、もう右が面白いように当たる。右から左のワンツー、これも顔面に当たりました。マルカーノのパンチが少し大振りになっています。チャンスだ、具志堅チャンスだ。口が開いた、マルカーノ口が開いた。右、またカウンター、服が当たった顔面。マルカーノも懸命に服を返しますが、あまり当たらない。左、右、カウンター蹴り。マルカーノもなかなか強気ですね。マルカーノも反撃、左を振ってきます。コテゴング、
郡司さんの採点は第2ラウンド10対9差が出ました。具志堅です。しかし白井さん、具志堅も素晴らしい攻撃でしたが、マルカーの反撃しましたね。具志堅 のコンビネーションは、ね、非常に見事だったんですけどね、マルカーの打たれながらもですね、反撃がすごいですね。このあたり具志堅がもうフィニッシュブローにまで持っていくんじゃないかという感じすらあったんですが、マルカーノもよく左右のフックで反撃、はい、早くも勝負をかけましたね。そうですね、第2ラウンドでね、長丁場15ラウンドですが、チャンスと見て一気に爆発しようというまだ右、マルカーノの左がだいぶ外されて、ここへ具志堅のカウンターブローを叩き込まれるという感じがずっと第1ラウンドから続いておりますが、このあたりやはり具志堅のボクシングのうまさ、これは試して右から左、左は空振りでしたが右が当たった。本当に今日の右のパンチは素晴らしいスピードです。マルカノはねちょっと右が浅いですね、はあ、やっぱりねこれをうまくですね、具志堅がねカウンターしてるんですよ。ああなるほどね、2回目なんかこれがもう本当に目につきましたね、中途半端な距離で踏み込みも足りずに打ってるわけですね、踏み込みがねちょっと足んないですね、マルカノ、やっぱりこれはあの練習通りの右という感じですね。それとねやはり怖いんでしょうね。ああそうですか、ますます顔が赤くなりますマルカノ。マルカの焦りになってきたんじゃないですか。もうそうですかね、ゆっくりゆっくりと、ね、だいぶ若くなりましたよ、ね、マルカのね。札幌の試合でももう 2,3 ラウンドあたりでね、あの郡司さん、はい、赤くなりましたよね。この人はそうですね、異様な赤さになるんですよね。顔が興奮すると赤くなる感じなんですかね。そうかもしれません。さすがに第2ラウンドあれだけ攻撃されたので、少しマルカのも慎重というか消極的というか、あまり出ませんね、手を出さなくなっています、はい、また左のカウンター。今日は具志堅の左のカウンターが非常によく当たっています。おすごい右です。マルカーもね、ひるんでいませんよ、はい、反撃がすごいんですよマルカーもね。そうですね、打たれれば打ってくるというのは、ね、強気ですね。なかなか打たれ強いところがあるというマルカノ。しかされた、今度は具志堅の左当たりでした。このラウンドしかし冷静です。相手のパンチを外しておいて右をボディへ、マルカノ前出ようとしますが、やはりどうももう一歩できれない感じがあります。いかがですか白井さん。いやもう実にね、効いてますね、いいパンチでしたね、効いてますね、ぐしゅっていましたね、はい、パンチが効いてるかどうかというのは一つテレビをご覧の皆様、その選手の膝を見ていただきたいと思いますが、大体パンチが効いてきた選手というのは、あの郡司さん膝が立ってくるんですよね。そういうわけですね。それにね、具志堅の右は右に注意を奪われて、あのマルカーノの左が出ないんじゃないですか。あそうですか、なるほど。マルカーノにとってやっぱりあの左をたくさん出さなければいけないわけですが、第3ラウンド終わりました。第3ラウンドまた10対9、郡司さんの採点は具志堅と出ています。ざっと6000人という観衆で渦まりました。本当に満員となりました川崎市体育館。具志堅の猛攻が第2ラウンド、いや第1ラウンドの郡司さん半ばからと言っていいでしょうかね。そうですね、後半ちょっと攻勢に出ましたし、ね、これから第4ラウンドに入ります。これまでのところ具志堅用高は5試合連続ノックアウト勝ち、そのうち世界タイトルは4つ。また左を出します。また左、また右、今日の右いいですね、具志堅。いいですね。また右当たりました。これまでは白井さん、あのガードが問題と言われてた具志堅用高ですけれども、はいはい、この試合あたりは非常に状態を柔らかく使って、うまく相手のパンチを避けてますね。そうですね、非常にいいですね、あの、はい、リラックスという面でおいて、ね、非常にいいし、また打つパンチはね、強烈ですよ、はあ、だん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 こういうパンチは効いてくるでしょうね。そういうことですね、試合は第4ラウンド、郡司さんの採点は第2第3と2つのラウンドを具志堅は取っています。このしかし、はい、ですね、あのマルカーノはね、試合前はねもっと逃げるんじゃないかと、左右が当たってますね、はあ、
接近戦で今ちょっと見せた右のアッパー、これはマルファーノかなり練習をしてきたようですが、今のは空振りに終わっています。具志堅のこの中へ入ったりまたパッと出たり、この辺りにもちょっと戸惑っている感じがあります。マルカーノです。マルカーノの右ストレートが流れてますよね。まっすぐ出ない、やはり焦りじゃないかと思います、ね、そうでしょうね。あんなにいきなり、そうですね、はい、具志堅のねこのスピリットに圧倒されてるよね。そうでしょうね、精神的に、はい、北海道の時には14ラウンドあたりまでねそう大した差が出てこなかったんですが、そうですよね、今日は早くも差が出てきてますからね、あの時はねマルカーノがね足を使いましたね。あ、そうですね、はい、今日はね比較的ね、打たれると打ち返してますからね、つまりボクサーからファイターに転身をしているという感じですね。ですかね、強みなんですよね。また右を出して右が流れている、逆にカウンターを食いましたマルカーノ。マルカーノ左を出した、右を出した、しかし具志堅は非常に冷静、よく見ています。左ストレート、具志堅のパンチが当たった、左ガクーンと後ろに揺らめいた。しかしマルカーノも勇敢です、マルカーノも勇敢です、打ち返していきます。なかなかこうやって見ると打たれ強いボクサーということが言えそうです。マルカーノの左が何回か出ますが軽く今一つ当たっただけ。また右の踏み込みが足りない、逆に具志堅のパンチが届いた、左が当たった、右行くか、あ、今の右がいいですね、左のアッパーも軽くなった、左ストレート、第4ラウンド具志堅猛攻、時間はあまりない、左ストレート、少し右目の下が腫れてきました。マルカーノ、ここでゴング、第4ラウンドまたまた軍事さんの採点10対9と具志堅が取りました。具志堅に対して果敢に攻めれば攻めるほど具志堅のカウンターが当たるという結果になっています。マルカーノ、いやー今のラウンドもあるいは決まるかという感じもありましたが、よくマルカーノ持ちこたえてますね。マルカーノミスが多くなりましたね、はい、あまり当たらなくなってきましたから。そうですね、まあですね、この具志堅のね、はい、ハイティングスピリットはすごいですね。すごいですね。このね4回目のね、はい、一発打ってその安木前に打つあのハイとね、素晴らしいものでしたね。決してポッとこう見てるという瞬間がないんですね、この人は。ね、非常にスムーズですよ。今日は本当なんかこう力みで打つパンチというのが数少ないという感じで、効率が非常にいいという気がいたします。これまでにない絶好調ですと。本人も昨日言っておりましたけれども、その通り、実に素晴らしい出来です。未だに体がほとんど白い具志堅。お気に入りなのはですね、マルカーノはあれだけ打たれながらね、非常に冷静なんですよ。そうですね。もう本当にね、ゴングの始まった時は非常に冷静にね、よく見てますからね。これやっぱりね、後半にね、気をつけることですね。そうでしょうね。やっぱり軍司さん、ウエイトコントロールが、マルカーノの場合もうまくいったというのは言えそうですね。それがこのスピードになってるんじゃないんですか、そしてスタミナにつながってきてるわけですからね。マルカーノもあれだけ打たれながらなかなか激しいパンチを返しています。もう一つクリーンヒットがありませんけれども、ちょっと左の今のなんかスピードが落ちてきてるという感じもありますが、左右のフック、右へ動いて右のフック、この辺りも具志堅のうまいボクシング、中へ入ってボディーブロー、さらに左のアッパー、右のアッパーも入った、左のフック、左右のパンチが当たっています。少しね具志堅の右目がちょっと腫れてきてるでしょうか。この前も腫れましたからね具志堅が、はい、ますます顔が、そして上半身が赤くなってきたマルカーノ、腕まで赤くなっています。ボディを狙ってしまったね。またボディを狙い始めましたね。この前の試合と同じように中盤からボディを狙い始めました。しかしマルカーノも激しく振っています。あのフックがねなかなか不気味です。右のフック顔面、左のストレート、マルカーノの、ね、左のアッパーね、後手、あれこれ気をつけたいね。札幌の試合でもそうでしたが、やはりマルカーノという選手は右よりもやはり左を警戒しなければいけない、
そういうタイプの選手です。リードフックを引っかけます。具志堅バウターのパンチが今度当たっていない。左のストレート相打ちになった。しかし具志堅の方が2発を送っています。バルカーの前出ます。カウンターを狙った具志堅すぐ右へ動きました。この辺りも非常に上手くなっています。冷静な具志堅陽光チャンピオン。第5ラウンド郡司さんの採点は10対10イーブンに終わっています。この辺りの具志堅の下から上また上下そして相手が前へかがむと右のフック。この辺り郡司さん非常にうまいボクシングですよね。もう理想的な打ち方ですね、完璧って言っていいんじゃないですか、ね、はい。岡部さん、はい、チャンピオンコーナーの平原です、ね、はい、平原さんどうぞ。具志堅陣営ではね、今日は丸川の非常に積極的に前半出てます ね、 そうですね。しかしながら今日はおそらくこういうふうに出てくるだろうとある程度予想して作戦を立てているそうです。あ、そうですか。それから今日の具志堅はね、ちょっとなんか緊張して立ち切りだということを言ってますね。今当たった。ちょっと緊張気味ということですか。はい。あ、そうですか。レポーターは平原アナウンサーです。しかしこちらから見ている限りその緊張感がマイナス予測して働いているという気がしない。それとね、パンチがよく当たってますもんね。そうですよね、まあ、大げさな言い方すれば具志堅のパンチが10発当たる間に具志さん、丸川のパンチが1発くるかどうかというそんな感じがしますね。そんなものですね、それに丸川のミスパンチが多すぎますね、そうですね。しかもそれが非常に目立つミスパンチですね、そうですね。そこへカウンターを叩き込まれているという感じがありますので今のところ本当に敗色濃厚という感じですが、しかし非常によく頑張っている。スタミナも十分という感じのマルカード。勇気もあります。なかなかいいチャレンジャーです。また左のフックが顔面に当たった。ちょっと右ストレート当たりましたね、少し右のストレートが当たった。しかし左右のフックを返しました具志堅。あのね、本当に驚いてるんですけどマルカードがね、非常にファイト旺盛なんですよね。旺盛ですね、ちょいとね、驚きましたね。ちょっと頭が当たり始めました。危ない。ちょっとね、これ危ないですよ。はい、左右のストレート。また状態が少し後ろに下がった。左右の服。具志堅じわじわっと出ています。左のストレート。ボディーブローから右のアッパー。この辺り実にうまい。マルカードも攻めていくがスピードがなくなっている。左のストレート。カウンターで当たった。具志堅あまり下がりません。右のアッパー。右のフックが顔面に。左のストレート右。今の右もいいパンチです。相手の顎をえぐるようにして突き上げました。面白いように具志堅のパンチが当たっています。しかしマルカーノは頑張っています。このラウンドあたりちょっと足の運びが鈍くなっています。白井さん、ちょっとマルカーノのスピードがなくなりましたね。マルカーノちょっとね、押すパンチになりましたね、脇の甘いパンチになっています。具志堅が攻めます。鼻の脇あたりますます軽くなった。パンチが当たった。決まった。左が当たった。マルカーノ下がる一方だった。左当たった。左右のフック。さあチャンスだ。あと時間は15秒。マルカーノパンチスピードもなくなっています。具志堅チャンスです。左はちょっと踏み込み足りない。かなり具志堅はパンチを打っていますから。具志堅が取っています。今のは郡司さん10秒近く余計に戦ってたんじゃないですかね。だいぶやらされたんですね、はい、さあ第7ラウンド果たしてどうか。マルカーノはもうノックアウト寸前という感じでした。7ラウンド始まりました。注目しましょう。しかし具志堅も相当この前のラウンドはパンチを出しているか疲れているか。右左右のアッパー。具志堅のすごい攻撃。マルカーノバンパー。ああ、うまい。反響で左のフックが最後は決めて。いやー、素晴らしい。マルカーノしかし起き上がろうとしています。ダメですね。カウントは8ない。カウントダウト。具志堅7回目の日本新記録。大
トなノックアウトで飾りました。あ、どうも。素晴らしい日本記録です。日本新記録、タイトル防衛7回目。あ、具志堅が泣いています。やはりグニさんね、試合前のタイトル7回目というのは意識してないと言ってたけれども、今の泣き顔を見るとかなり意識してましたね。それがね、やりますよ、日本の新記録なんですからね。ですからね、世界タイトル祭りの新記録ですからね、はい、これは泣きます。それに白井さん、自分として最高のボクシングができたという、今日のなんかはね、本当に素晴らしいですね。素晴らしいボクシングでしたね。一点一のところのないね、見事な試合でしたね。そうですね、今までも随分郡司さん、いい試合はありましたが、今日はやっぱり最高の具志堅はできるでしょう。この前ね、お目つきとここでやったときに、はい、あれがちょうどこんな感じでやったんですよ。なるほどね。ですから、もう二度ですね、この人、はい、最高は。場内に認定書の朗読が響いておりますけれども、しかし白井さん、こうしてみるとね、はい、一試合ごとに上手くなると同時に強くなる。はい、それとね、危険なボクサーですね。上手さと強さね、これが本当に一試合ごとに増してきますもんね。そうですね。で、今日のね、はい、フィニッシュブローの見事さだったらね、はい、もう素晴らしいものでしたね。そうですね。目にも止まらない、はい、早渡ってますかね。ここでお知らせをちょっとご覧いただきましょう。続きまして、同じく具志堅選手、エディスポーツ、稲本京吾から挑戦者トロフィーが贈られます。挑戦者のリゴベルト・マルカーノ。マルカーノ選手もよく頑張りました。まあ、グニさん、猛攻でよく7回まで耐えたという感じですよね。そうですね。マルカーノも勝負をかけたからですね。激戦にいたしました、マルカーノ選手へ、激励の拍手をお送りください。もっと試合が伸びたんじゃないかと思います。つまらない逃げの挑戦者にはなりたくないという気持ちがね、彼の中にあったんでしょうね。今のナックアウトタイムは7回目36秒、7回目36秒、7ラウンド36秒にフィニッシュブロー当たります。右が当たってこの左、そして右のアッパー、このコンビネーションのうまさ、さらに体をいなしておいてから左のストレート、この辺もすごい攻撃です。相手に打たせませんからね。打たせませんからね。まあ白井さん、これだけ打たれたら手を出す暇はないでしょう。本当ですね、もうやつき早ですもんね。もうだいぶこの辺り参ってはいたんですが、いや、素晴らしいタイミングでしたね。さて、この後具志堅選手に放送席に来てもらいますが、その前にもう一回お知らせをご覧いただきます。